丸目近代美術館とオレンジ色の外観の新しい別館かつての発電所施設が近代美術館にな生まれ変わった。丸目近代美術館はストックホルム近代美術館の別館でスウェーデン、丸目にある近代、現代美術を収集した美術館である。国立のストックホルム近代美術館の一部であるが独自の展示プログラムも持っている。美術館は 2009年12月に開館した。博物館の本館は、もともとは1901年建築の発電施設に使われていたものである。その後、1988年から2006年にかけて、ルーセウム現代美術センターの名で、現代美術の展示ホールに変わった。丸目近代美術館が、ここに入るにあたり、再度改装工事が行われ、新しい別館が建てられている。 館長は、2017年1月1日から、イリス・ミューラー・ベスターマンが務めている。AB、モデルナ・ミューシート・マルメ。モデルナ・ミューシート、2015年9月7日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2015年8月9日閲覧。グニラ・ウェディング、マデアネス、ニア・シェフ・セール・フラム・アモト・プール・シー・オ・テンポ、アイ・マルメ・スコンスカ・ドッグ・ブラー・ダット、オブジェル・フェン・エーム・イチ。 ヤーニュアール2017ありがとうございます。